青いまま浮かれてゆく、あなたを好きなままで消えてゆく、私みたいにとってにとって、奥にあった思いと一緒に握りつぶしたので、大丈夫のインストラクターをさせていただきます久村咲です。今回は、レッスンが始まる前に私からぜひジャズダンスの魅力をお伝えしたいなと思います。私が思うジャズダンスの魅力は、体をいっぱい使って動くのですごく気持ちがいいダンスだなっていうのがあります。その時の曲を聴いて感じたこととか、その時の自分の気持ちとか喜怒哀楽を曲に乗せていっぱい表現できるダンスです。私もそうなんですけど、自分の気持ちを言葉にするのが得意じゃなかったり、話すのが苦手な人は体を使って表現できるものもあるんだよっていうのを知ってほしいです。初級はジャズダンス初めての人でも聞きやすいようにゆっくり説明を入れながら振り付けもゆっくり進みます。中級は振り付けの時間少し長くして楽しく踊れたらなと思っております。無料体験会や見学も無料で行っているので、誰でも遊びに来てください。待ってます。